皆さんこんにちは。人気グラビアアイドルでテレビドラマや舞台、ラジオなどでも活躍している寺本莉緒さん。今回はそんな寺本莉緒さんの学生時代をご紹介します。寺本莉緒さんのプロフィール。名前寺本莉緒。生年月日2001年11月5日。出身地広島県広島市。身長152センチ。血液型 O 型。3サイズ88、60、88センチ。所属事務所レプロエンタテイメント。小学校時代、寺本さんの出身小学校は地元の広島県内の小学校のようですが、公表されていないためはっきりしたことは分かっていません。家族構成は両親とお兄さん2人の5人家族です。寺本さんは幼稚園の時にキッズオーディションを受けており、実際にキッズモデルを経験してみたらとても気分が良かったそうで、寺本さんは幼いながらこの仕事を続けるしかないと思い続けていました。また小学校3年生の時から広島ダンススクールダンスポートに通っていて、 T さんのバックダンサーをしたこともあるようです。ちなみに5歳からピアノも習っており、特技の一つとして挙げています。中学校時代、寺本さんの出身中学校は広島市にある私立 AICJ 中学校です。 AICJ はアカデミー・フォー・ザ・インターナショナル・コミュニティ・イン・ジャパンの略で、日本における国際社会のための学校という意味を持ち、英語教育に力を入れており、在校生は毎年英検を受験することが義務付けられています。このようにこの学校は英語に力を入れており、寺本さんは語学が好きだったことから、この学校に入れば道が開けそうと思い入学をしましたが、入学後は大変だったと振り返っており、校長先生が外国人で、入学式の式辞が全て英語でした。他の生徒は帰国子女やインターナショナル出身の人が多く、ほとんどの教科で英語を使用するためなかなか厳しい環境だったことがわかります。寺本さんはチヤホヤされることが好きだったため、最先端の文房具を筆箱に入れたり、中学校で一番にパーマをかけたそうです。体育の授業では男子がこそこそ寺本さんの胸が大きいという話をしていたことに気づき、この時に自身の胸が大きいことが分かり、これは使えるなと思ったことを明かしています。そして中学2年生だった2015年にドリームガールオーディション2015に出場したことをきっかけに、現在のレプロエンタテインメントに所属することになりました。オーディションは親に内緒で応募したそうですが、お母さんは寺本さんがオーディションに応募したことを知っても、そうなんだくらいだったそうです。その後寺本さんは芸能界に入ったことをきっかけに、中学3年生の時に東京都の中学校へ転校しています。その際には先生とクラスメートが教室でお別れパーティーを開いてくれており、その時に黒板に書いてくれたメッセージが今でも寺本さんの原動力になっていると言います。さらに転校したにもかかわらず AICJ 中学校の修学旅行に参加しており、東京ディズニーランドが旅行の行程にあったので、みんなには内緒にしてサプライズ乱入しました。前年まで着ていた制服姿で先生公認で合流しました。みんな本当にびっくりしていて面白かったです、と思い出を語る寺本さん。その上 AICJ 中学校は卒業証書までくれたそうで、高校時代にテレビドラマ恋とか愛とかに出演した際には母校は撮影に全面協力してくれたほか、中学時代の同級生や先生たちがエキストラとして出演までしてくれています。その後地元の広島県から上京をして、事務所の寮で一人暮らしを始めたのですが、東京に行きたいといつも言っていたのに、すぐにホームシックになったとインタビューで語っており、そのため最初の頃は毎日泣いていたそうです。
高校時代、AICJ 中学校を卒業した寺本さんは、私立で共学校の目黒日本大学高等学校の芸能コースに進学しています。この高校ですが、寺本さんが入学した当時は日の出高校でしたが、高校3年生だった2019年4月に、目黒日本大学高校に校名が変更されています。この高校では、AKB48 の小栗有以さんが同級生で、同じ学年には乃木坂46の坂口珠美さんや久保詩織さん、遠藤さくらさんや神奈川さやさん、柿春香さんや中村れのさんも在籍していました。そんな寺本さんは、高校時代は電車に乗らずに1時間ほどかけて歩いて通学することが好きで、歩きながら仕事のイメージトレーニングをしたり、勉強のことを考えていたようです。歩いている時の方が集中しやすいそうで、歩きながら授業の音声を聞き返し、そういうことか、と理解できたこともありました。中学時代は学校でも目立つ存在でしたが、芸能人が多く在籍する芸能コースに通学していたこともあり、高校時代は目立たない存在だったと話しています。また、寺本さんは、高校時代のインタビューでは英語が得意だということと、英検2級を取得していることを明らかにしています。さらに高校時代は一人カラオケによく行っており、お気に入りのアーティストはスーパーフライとのことです。仕事面では高校1年生の2017年4月に舞台ローファーズハイで女優デビューを飾っており、同年に駿台予備校のモデルにも起用されています。その後、寺本さんは2018年に7年ぶりに復活したミスマガジン2018で2893人の中からミスヤングマガジンを受賞しており、この時に初めて水着でグラビアの撮影をしていますが、照れも自信もなかったそうです。このミスマガジンに輝いたことでグラビアアイドルとして注目されて以降は数々の雑誌に掲載されています。また、高校3年生の2019年にはファースト写真集キュリオシティの撮影も始まりました。さらにこの年には広島ホームテレビ制作のテレビドラマ恋とか愛とかの主演にも起用されるという充実した年になりました。そのため高校時代の修学旅行は仕事の都合で行くことができず、また新型コロナウイルスの影響で卒業式はクラスで行われたそうです。大学生時代、高校卒業後の寺本さんの進学先は日本大学だと言われており、内部進学の可能性が高いです。学部や学科は分かっていません。寺本さんは2020年12月のインタビューで、コロナウイルスの影響で大学には一度も通えていないことを明らかにしており、授業はオンラインで行われているそうです。自粛期間中の休日にはゲームをしたり、友人と一日中電話をしたりしていた寺本さんですが、大学1年生の終わり頃のインタビューで、1回だけクラスでの集まりに参加をしたとのことですが、その場のノリに全く合わなかったようです。加えてコロナの影響で家にいることが多くなり、とにかく寝てばかりいて、お風呂も3時間も入っているそうです。大学進学後の2020年8月には、自身の YouTube チャンネル、リオのことを開設しています。寺本さんは街中を歩いていて、まだ声をかけられたことがないそうで、これからもっと頑張って、マスクと帽子がないと外歩けない、と言ってみたいそうです。2020年3月に発売されたファースト写真集、キュリオシティは、写真集の売り上げランキングで1位となったほどの人気がある寺本さん。様々なジャンルでの活動をされていますので、これからの活躍も楽しみですね。